県内外のクラフトビールが大集結です。今年もあのイベントが開催されます。というわけでスタジオには徳山駅前ビアフェスティバルの実行委員会であります石田さんと大空さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年で4回目の開催、本当に楽しみですね。まずはイベントの概要について教えてください。はい、ですね、1日中クラフトビールをめちゃめちゃ飲めるぞっていうイベントを、4回もやっております。今年で4回目になりますが、まず日付9月21土曜日22日曜日の2日間、場所は青空公園、時間は、午前中11時から夜の8時まで9時間やっておりますので、昼から飲んでもいいし夕方から飲んでもいいし、でクラフトビールが大集合なので一日中お酒をとフードを楽しめるというイベントになっております。飲むだけですか？飲みと食べると集団グルメというのも充実しております。飲んだり食べたりできるんですね、はい、最高じゃないですか。クラフトビールと食の祭典、いいですね。それではここでその祭典ビアフェスの楽しみ方を教えていただければと思います。よろしいですか、はい、まずはその1、イベントに足を運んだ後はどうしたらいいんでしょうか？はい、青空公園の入り口に本部があります。ちょうど徳山駅側の水戸港さんのあたりから入ったところに本部があるんですけども、そこでビール、1杯だけ飲みたい方は1杯券とか5杯チケットとかビール券を買ったり、または、1日飲み放題券というのもありますので飲み放題券を買っていただくとか、これは、フードもですね、各ブースで会計じゃなくてフード券というのが本部で売ってますので、はい、まずともかく本部に来ていただいてチケットを買って会場内に入っていただくという感じにしていただきたいと思います。クラフトビールについても教えていただけるんですよね？はい、そうですね、クラフトビールっていうのは本当に黒いビールもあったり濃いビール、もう薄い水のようなビールもあったり、はい、もう本当に多岐にわたるんですよね。そういったものをいろいろ楽しめる60種類飲み比べができるっていうイベントなので、ぜひスタッフに声かけていただいて聞いていただければなと思っております。では楽しみ方その2、今たくさんビール飲めるっていうふうに言われましたけど、飲み放題ってちょっと女性には多いような、全部が飲めないような気がするんですけれども。そうですね、よく言われます、はい、第1回目のイベントから1杯か飲み放題か、まあ、飲み放題おすすめですよっていう売り方をしてるんで、おすすめの仕方をしてるんですけども、はい、なぜかというとテイスティングを楽しんでいただきたいんですね。テイスティング、会場内には今回60種類以上のビール集まるんですけども、はい、一個一個半分だけ注いでとか一口だけ注いでっていう風にこのカップでここまでっていうお願いすることができるので、それでまずは会場の好きな気に入ったビールを全部試してみていただきたいんです。ちょっとずつなら確かに60種類飲めるかもしれないです、はい、これその他にもメリットがあるんじゃないですか、大空さん？そうですね、少しずつ注いでもらうことによって、はい、なんとA 社のビールと B 社のビールを少しずつ継いでもらって、はい、ハーフ&ハーフにしてしまう、はい、これが普通のイベントだったら一杯丸々継いでもらって、でもう一杯買わないとそういうハーフ&ハーフとかできないし、まあ、大体その一つのブースで完結するっていうことが多いんですけども、そうですね、自社のビールと自社のビールでハーフ&ハーフになりそうなものですよね、うん、なんですけどこれがもう自分の足で一番端っこのビール屋さんと一番端っこのビール屋さん、これを2つ割ることだってできちゃう。これが飲み放題の最高の楽しみ方ですね。だから自分で好きなお味を見つけて組み合わせることができるってことですよね。そうですね、ちょっとチラシに書いてないんですけどいいんですか、そんなこと言っちゃって。もう全部やってください飲み放題。レモンのビールとクラフトビールと塩のクラフトビール合わせてみたいなって思ったらできるみたいですね。とんでもないハーモニーが生まれちゃいますよ、はいはい、お客さんがこの組み合わせで一番うまいって言われたら、うん、こちらとしても非常に勉強になるの で、 そうです、ね、あ、こういう味わいが美味しいんだとか、その場でクラフトできるってこと。そう、あ、そう、その場でクラフトいいです ね、 ね、できちゃうんですよ。で会社同士も仲良くなれそうですもんね、うん、こことここ合ってるよって仲良くしようって、もうみんな仲いいので。あ、本当にそうなんですね、はい、でしかも大体これブルワーって言って作る人がみんな店番してくれてますので、はいはいはい、その作る人がこのビールはねこういう味と合うんだよってこれ絶対喋ってくれます、うん、本当に思いを持って作ってくれてるの で、うんうん、でそれを聞きながらだってたらこれとこれ合わせても面白いんじゃないとか、いろんな発想が生まれますよね、うん、なるほど、そういう話を聞けるのも嬉しいですよね、うん、でも楽しみ方その3です。でもですよ、小さなお子様がいらっしゃる方とかこうビールちょっと苦手なんだっていう方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。そういう方も楽しめますかね？はい、楽しめます。それはもう断言できます。
あのですね、あのまずソフトドリンクの、コーナーがありますので、はい、あのお連れの方とかでビールは飲めない、お酒は飲めないんだけど食べ物だけ楽しみたいという方でも安心してそこ参加できます。入場も無料になっています。それからフードブース、例年好評をいただいているんですけども、今年ブース数を増やして12社のですね、市内の飲食店さんが周南グルメを作っていただくので、そのグルメだけでも楽しめるイベントとなっております。じゃあまさにお子様から大人の方まで楽しめるイベントですね、はい、それともう一個だけ、青空公園遊具があります、はい、あそこでお子様遊ばせてて、あのお父さんお母さんビールとフード飲むっていう景色去年見れてちょっと幸せでした。あ、いいですね、はい、本当に家族ぐるみで楽しめる、うん、ちなみに大空さん逃がしませんよ、この周南グルメとこのクラフトビール合うんだよっていうおすすめをせっかくですからご紹介ください、今回ちょっと初登場で、はい、川西さんっていう、はいはい、あのカポ料理屋さんありますね、今回、はい、あの12店舗のうちの一つでご出店いただくんですが、はい、鮎の塩焼きを出していただけると。風流ですね、はい、でこの鮎の塩焼きってちょっとこうビールで味を消されたらいけないなと思いがちなんですが、そう繊細な気がします、はい、実はねこれ黒ビールとよく合うんですよ。あら、この黒いビールのちょっとした焦げ感、これと鮎の塩焼きめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひ一回やっていただきたいですね、はい、さあ楽しみ方を聞いたところで、なぜこのイベントが発足したのか、その経緯なども聞いてみたいと思います。教えていただけますか。そうですね、振り返ってみると第1回目2019年の9月に、徳山駅前広場で行いました。2回目からは青空公園だったんですけど、最初はあの徳山駅前広場がリニューアルオープンするぞ、綺麗になったあの噴水広場を使ってのイベント開催でしたが、それをやる半年前ですね、春頃にクラフトビールのイベントやりたいっていう人たちに僕は巻き込まれました。誘われまして、はい、楽しいからやってみようと思ったんですけど、その発起人は彼です。なるほど、彼に僕は巻き込まれました。なるほど、巻き込みましたお二人で協力してこれまでやってこられたっていうことですね、うん、なんであの時やろうと思ったんでしたっけ。徳山で、あの徳山っていうのが非常に町駅の周りが綺麗になっていきましたし、はいはい、なんかあのすごく新しいものをどんどん受け入れてくれてるようなあの人物感というか、あの非常に市民の方々っていうのは見えたんですね。だからここでビール祭りできたらなんと楽しいだろうと思って、もうすぐあの企画書を書いて、はいはい、進めていったっていうところですね、うん、はい、やってみてどうでした。楽しかったですか。楽しかったです。もう本当に笑顔がもうすごい、もう飽きるぐらい浴びてもう大変でした。飽きるぐらい浴びる、すっごい嬉しかった、うん、なるほど。あの今まで、うん、あのコンベンション協会さんがやられるあの日本酒の地酒横丁のイベントとか、はいはい、 ありますね、あとは僕はあちこちマルシェっていうね、パンのマルシェみたいなのもありましたけど、そういったイベントでわっと集まって、まあ、お酒をわっと飲むとかパンを買うとかで、もうイベントで、ね、笑顔がいっぱいあふれるっていうのは分かったんですけど、クラフトビールでそれができるってのはなかなかできるもんじゃないなと思っていて僕自身このクラフトビールを飲むのは好きだったんですけど、はいはい、まさか飲み比べができるぞなんていうイベントを自分でやれるとは思わなかったんで、うん、やってる側もすごい楽しかったですし、お客さんもあの第1回目の時はすごかったです。全種類制覇したぞウェイっていう人が本部に報告に来るんですよ嬉しいんでしょうね、飲み干しちゃったぜっていう、うん、もうあの笑顔見た時最高だったね。そうだね、なるほど、うんうん、ちょっとじゃあ嫌な話聞いてしまいますけど、逆に大変だったこととか辛かったことありますか。2020年にコロナになったやつですね。毎年9月にやろうって決めて第1回目準備したんですよ、はい、もう秋になったらビール、秋になったらクラフトビールで徳山に人が集まる、やろうと思ったんですけど2年目やらなかったですね、うん、で、2020ダメ、2021ダメで、2022年にようやくあのイベントやってもいいよっていう世の中の風潮ができてきたんで、はいはい、そこでやりましたけど、その時は本当に注意しながらお金びっくり開催しましたね、うん、お世話様どうですか。ね、まあまあ、その会あってか、まあ、非常にお客様が来ていただいて、はいはい、去年も本当に埋まってですね、席がないとかいろいろご指摘はいただいたんですが、そんな中でも本当に皆さんよく楽しんでいただいたと思うんですが、初日にですねほとんどのビールが出てしまいまして、あの翌日に回すビールがないという、本当に嬉しい悲鳴。大変でしたね、あれは大変でした。なのでどうされたんですか、それ翌日は。私が夜車で島根2社、広島1社、ビールを取りに回りまして、大変、あの
一応ビールメーカーでして自分家から出せばいいんですけども、はい、これだと多様性っていうところにちょっと少ないかなと思いましたんで、はいはい、もうよそのビールでもしっかり売るぞと思いまして、はい、島根まで駆けずって夜11時半ぐらいまで、はい、福岡にも行ったでしょう。誰か、あ、そうですね、福岡にも別の人を取りに行って、西に東にビールを集めて2日目迎えるっていうね。ちなみにこの去年の2日間で出た量どれぐらい出たか、出たと思います？2日間でしょう、はい、それリットルで、リットルで2日間、じゃあ500リットルぐらいで、4400リットル全然違うじゃないですか、まあ、え、そんなに皆さんビール飲むんですね。そうですね、よくあるプラカップでの杯数でいうと、はいはい、大体1万5000杯分ぐらい出たのかなっていう状況になってます。すごい、それだけ徳山の人たち、あの皆さんに飲んでいただいたんで、もう本当にとにかくビールをね提供してあげないといけないと思って必死に駆けずり回ったなっていう使命感に駆られて、はい、まあ、こういうイベントってやっぱそういった面からしてもすごく地域おこしとか地域活性化の面も担ってるんじゃないかなって思うんですけれど、うんうん、いかがでしょうか。そうですね、彼と常々話しているのは、はい、このイベントめがけて市外県外から周南市徳山にどんだけお客さんを呼べるかと、どんだけインバウンドをやれる呼び込めるかというのを主題に考えていて、周南市、山口県で一番人気のあるイベントにしようという目標を掲げて年々パワーアップしていっています。大空さんからご覧になられていかがですか。そうですね、もう本当にその通りで、やっぱり市外県外からしっかりお客さん来ることによって、例えば JR を使う、そうなると JR の徳山駅の利用率っていうのも非常に上がって、はいはい、徳山駅がもしかしたら望みがもう2本ぐらい増圧されるかもしれない。それすごいことですよね、まあ、ね、宮崎きっかけでそうなんです。だからそれを何かあることに徳山というワードが出るようにするっていうのは、何かしら まあ、プロアクティブに動くことがない限り、今までのことをずっと続けていっても徳山の言葉がじゃあ広島で出るか福岡で出るかってあんまりないと思うんですよね。そこにしっかり当てれる何かを作るっていうこと、これをもうできて4回目までできたっていうのは非常に嬉しいことではあるかなと思います、はい、さあここまでのお話を聞いて当日参加したいなってふうに思われている方も多いのではないかと思います。参加の仕方を教えてください。はい、まずこのイベント入場は無料になっておりますので、お気軽に会場にお越しください。そしてビール券が何種類かありますが、1杯だけ飲めたい方1杯券600円、5杯飲み比べたい5杯券2700円、はい、そして1日飲み放題するぜ1日飲み放題券が4500、合ってる4500円です安いよね。ところが4500円のところ、はい、前売り券で買うと3800円、あら、という大変お得なもの前売り券があります。それをぜひ買っていただきたいなと思っております。60杯飲み放題できて4500円が前入りなら3800円、いいですね、はい、今、電子チケットの e プラスとヤフーパスマーケットで好評発売中ですし、また実際の店舗でチケットを買う場合は徳山駅前の町のポートセンスタイヤ書店、また近所の酒屋さんなど、あちこちで前売り券のチケット販売をしております。詳しくは公式のインスタグラムをチェックしていただきたいと思います。では最後にお二方、動画をご覧の皆様にメッセージをお願いします。はい、県内最大のビールの量、そして質、フードも本当に美味しい料理皆さん作っていただきます。絶対満足できるイベントに仕上げておりますので、どうぞ皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。